調子の醤油醸造では、現在の千葉県銚子市における醤油醸造の歴史を扱う。銚子の醤油醸造、ひげた醤油、浜口吉兵衛山佐醤油調子は、漁業だけでなく、醤油の町としても発展した。調子醤油は発展した条件として、気候や地理的条件が関係し、沖合で黒潮と親潮が交わる調子の気候は、夏冬の気温差が少ない温暖多湿で、 醤油醸造の麹菌や工母に適した。原料は、日立の大豆、小麦が入手しやすい位置にあり、大正地の江戸の町へと根川江戸川の水運を利用して醤油を運ぶことができた。たまり醤油は、鎌倉時代、紀州広告時の佐藤志信が、湯浅で始めた。1603年に江戸幕府が開かれ、中心は江戸に移っていき、 紀州出身の崎山次郎右衛門が銚子街川港を作って大成功を収め1616 16年、下宇佐銚子の豪農、田中玄馬が、摂津西宮の酒造家、新木黒衛門の勧めで醸造を始めたのが、関東で最古の醤油業。醤油発祥の地紀州湯浅隣広村出身の浜口義平が1645年紀州から銚子に渡り、商売を始め、 山佐醤油を創業した。山笠に木を横向きとした佐西、山佐とした。1697年、田中玄馬が濃い口醤油の醸造法を確立した。江戸の町人に関西と違って薄味ではなく甘辛い、濃い醤油が好まれ1770年頃に、自回り醤油が上方の下り物を凌がした。浜口家は、紀州広村本家と調子を行き来していた。 1854年南海王地震に際し、紀州広村にいた浜口義平は、大津波が来ることを予期し村民の命を救った。1855年に堤防を建設した。山佐上油が1864年に幕府より最上上油の称号を得た。浜口義平は招かれ、和歌山藩の官状奉行や和歌山県会議長を経て政府に召され、 初代駅定頭になり、郵便制度創設した。1888年に、銚子醤油同業組合を設立した。1895年に、山佐醤油は、関東初の区内省御用田市に選ばれた。山佐醤油は、明治時代に、醤油研究所を設立し、醤油醸造を科学的に解明した。1914年に、ひげ田,田中家と地神佐、浜口家と、 カギ深池の三谷が、三蔵公弁して、長子醤油を設立した。浜口義平商店は1928年株式、会社設立、社名を山佐醤油株式会社とした。長子醤油は1937年に野田醤油と資本提携した。山佐研究所は、1955年初お節の旨味成分がイノシン酸であることを発見。 1957年椎茸の旨味が成分グアニル酸であることも発見した。調子醤油は1976年にヒゲタ醤油株式会社に社名変更した。近世利根川水系の水運醤油醸造は最も成功した江戸時回り経済だった。醤油調子から醤油を江戸まで利根川、江戸川を船で水運輸送する所要時間は水量によって 約10日から1ヶ月ほどであった。なお、野田から江戸までは、江戸川を船で醤油を運輸送する、所要時間は約8時間ほどである。銚子醤油仲間、田中玄馬田中吉野城広司や、義兵広司や、十二郎広司や、李恵門広司や、昭恵門伊勢や曹恵門滑川彦恵門宮、原屋田平塚口や、田平富岡や、西米飯田九四郎土浦は、小麦大豆の産地で、 霞ヶ浦の水運に恵まれ、野田、城市と並ぶ、醤油醸造業町であった。現存する、吉光ただし、柴沼醤油は、柴沼製細門のが1688年に、創業した。醸造家の色川三郎兵衛は、醤油醸造から退き、吉子大、大黒屋官兵衛は、醤油醸造は廃業し、京安度渓谷部株式会社へと転身した。野田は、モテギ 高梨一族や野田の醤油醸造業者のほとんどが合流して野田醤油が設立され世界最大の醤油醸造業会社執行一万となった。調子の山佐浜口家は単独の醤油醸造家としては世界最大となった。激しい産地間競争等を通じ近代産業へと発展した利根川流域等の醸造業の歩みを物語る近代化産業遺産群。 調子市の醸造関連遺産、ヤマサ醤油は1994年、アメリカオレゴン州に醤油工場を建設。21世紀現在では世界に国際展開している。ありがとうございます。